皆さんこんにちは、みやもです。カルサです。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで今日はオセロニア動画やっておきます。はい、お願いします。お願いします。ということで前回は暗黒竜を紹介したんですが、今回は火炎竜、火炎竜紹介していこうと思います。普段僕が使っている火炎竜で、まあこの後クラスマッチとか、ね、潜っていこうと。その前にデッキ紹介いたします。はい、ということでこちらです。はい、リーダーカフーネ。カフーネ、ちょっとクラスマッチの補正入ってちょっとステータスはちょっと若干おかしいんですが、はい、こちらスキル火炎、十字火炎、中方向、中ダメージですね。でコンボスキルが敵をダメージマスに変換すると、はい、こいつをトップに置いています。まあ、こいつを軸にしていこうという話です。はい、まあ S 紹介していきます。はい、火炎ザガートバイス、こちら、決戦で手に入る、コマとなりますので、逆転コインで購入できるクエストでもあるので皆さん作ってみてください。はい、でこちらアルキメデス、まあ、こちらも決戦キャラなので、みんなまあ頑張れば作れるよと。でこいつはまあ火炎というよりはまあ結構 HP がきつくなることがあるので、それに耐久できるような、あとは HP タンクになるのでそのために入れてます。はい、でこちらメーレン、こちらがいたんですけど、全てのマスを中火炎にすると、まあ、こいつをフィニッシャーですね。火炎のすごいダメージが出ますと。はい、でこちらコルヌゲーラー、こいつも火炎だったら有名ですね。こちらも全体火炎で、全体小ですね。コルヌゲーラー出した後に、先ほどの紹介したメイレーンを出すとね、全体大ダメージになるので、こちらもかなり強力なスコアとなっております。はい、で A なんですが、まずは火炎じゃないやつから紹介していこうかな。はい、こちらフィニッシャーのバイス、まあ皆さん知っての通り最後フィニッシャーで有名なバイスですが、非常に火炎でも強力ですよと。はい、でこちらルキア、まあ一旦先延ばしできる、だいたい一番小さいコマしか使えなくなるので、まあ、火炎には非常に相性良くてですね、ルキア出して火炎のダメージを与えて、最後にまあ、メイレンやらバイセルフィニッシュするような流れを作りたいな。まあ、延命用のルキアですね。はい、あとこちらアルビス、アルビスでコンボ封じにしていくんですが、まあ、火炎はできるだけ敵のコマを返したくないってことで、相手のコンボを封じて、あんまりダメージを相手に稼ぎやすくさせないというためにアルビス入れております。はい、あとは B にシールド、日陰ちゃん、はい、これを2枚編成しておりますよと。 A にちょっとシールド割きたくなかったので、こちら B でシールドを採用しております。はい、で今回結構丁寧に説明していこうかと思ってて、多分みんな火炎あんまり A 詳しくないと思うんで。はい、こちらナウラ、こちらは十字火炎で火炎小ダメージ、これが永続となっております。こちら採用しておりますよと。はい、でこちらこちらも A、 ハイサラマンダー、この前投下したばかりですね。こちらは、3ターンというターン制なんですが、十字方向に中ダメージ、火炎先ほどのラウラの小ダメージより少し威力が高いと。でコンボが暗黒と、まあ、コンボよりはスキルを見て採用しています。はい、ラウラか、すいません。はい、でこちらカプセルのコマフォーティア、こちら全体火炎で小ダメージ一ターンと。でこのスキルも強いんですけどね、コンボスキルでダメージマスを生成できるのが結構強力なので、こちら今後も生かしつつ立ち回りに使っていけたらなと思っています。非常に強力です。はい、でこちらもカプセルのコマ、ヤンドーラの投下ですね。こちら火炎バフ、はい、ダメージを 20% 上昇させると、まあこちら手駒に持っておきたい駒です。はい、でこちらローディ、こちら火炎中ダメージ、中ダメージじゃない、十字方向に小ダメージですね。ローディもコンボ非常に強力なので、コンボも活かしたい。で僕は結構比較的その十字方向の火炎を重視で結構入れています。はい、でこちらバウルス、
こちら周囲に3ターン中ダメージと、こちらも結構使いやすい、あと、いや使いやすい以外ちょっと言い方わからないですが、すいません結構使いやすいですね。はい、じゃあ1枚採用ですね。はい、こんな感じの火炎デッキになっております。はい、これでかえちょっとクラスマッチやってみたいと思うので、皆さん見てください。はい、じゃあクラスマッチ火炎竜で潜っていきます。まあ、結構立ち回りとかが気になる人の方が多いと思うんで、そこをまあやりながら説明できればなと思います。はい、ってことでクラスマッチ竜相手、相性的にはもう最悪です。もう僕多分負けます、これ。でも負けちゃうね、相性あるから。はいはいはい。で初手に、まあ、でも今アヌビス引けてるので、このアヌビスをうまく活かせていけたらなと思います。もう初っ端から仮面いきたいと思います。で相手が X に打ってきたら、まあアヌビス使って封じられたらなとか思います。そう、アヌビスこの竜相手にも立ち回れるので非常に強いですね。だから結構もう相性的に厳しいんですが、まあ、ここからどこまでやれるかちょっとやってみますね。うん、こっちの引きは悪くないよ。じゃあこれアヌビスで。そう、結構火力でご利用してくるときには結構苦手ですね、火炎は。はい、ってことでダメージマスの生成、これ4つ生成できる核ね、非常に本当強力ですね、こいつ。核ね、コンボスキル。さあこれ、コンボ封印されたらどうしてくるか。さあ、そっち来るか。今、コンボ封印しなかったらもうね、やばかったね。死が見えてた。さあ、ここで引いてきたんですが、火炎生かしたいので、こちら、こう思うかな。はい、これで火炎を生かしていきたいと思います。次、さあ、コンボ注意ですね、相手の。相手、つらいなぁ、それは。これはつらい。さあ、こっからどうしていこうかな。さあ、バイセ引けた。バイセ引けたのはでかいな。いきたいと思います。コンボ注意。さあ、6271だから、下手したら飛ばされるかもしれない。これ飛ばされなかったらバイセ飛ばせるかもしれないけど、相手オーラすごいな。エス君な。お、来ない。あ、これ勝ったな。で、でも火炎が入らないんで、ルキア、これもらったな。バイス。はい、ってことで、竜にもちょっと相性悪かったんですが、アヌビスが強かったですね。ありがとうございます。はい、こんな感じでまずは、でも本来ならば結構アヌビス来てなかったら負けてるんで結構厳しかったが、まあワンチャンはあるので諦めないで頑張りましょう。はい、ってことで2回目、まあ今 L 流行ってますね。さあ後攻、また先攻がいいですね。でここからは普通の立ち回りできると思うんで頑張ります。でまずはシールドを置きます。今回は相性的には大丈夫。まあさっきよりはいい、うん、あ、さっきよりはいいんだ、うん、へえ、まあ、比較的有利マッチな気がしますね、個人的には。はい、こちらに確認を、まあ、ここだったらいつもこういう進行をしています。これで日陰を返してくるかな。一回返してきましたね。さあ、これでアヌビスを引きたいが、相手のコンボエルが強いな。ちょっとというところでバオル、これは周囲火炎なんで、まあ、エルにダメージを与えられると
ちょっと HP が厳しいんで、これな S を置きたいですね。向こう側に使ってきたよ。まあこれはよし、これはよし。で次レイネールの上に置きます。で花粉ね、お、いい子が来ましたね。回復増やしていきます。そう、これでガシガシに削られた時用の回復でも、ちょっと回復マスに運がないかどうか、まあ、アイコン回復してしまうんでね。そこはだが革命の十字架炎の上に置いてくれたので、これで一方的にダメージを与えることで、お、メイレン、いいね。さあ十字架炎これを入れます。さあ毎ターン800、火炎2ターン入るのがねやっぱりね強いですよね。さあどう置いてくるか、ここ置いてきた。さあこれでさらに革命のダメージが入りますね。ありがたい。さあ1000ダメージありがてえ。こっちの HP がなくなってきてしまうのが問題だが、さあどうしていこうかな。追います。回復もしつつ火炎でダメージ。さあこれで毎ターンかなりのダメージが期待できるので、さあ次向こうがどんな手を打ってくるか。コンボはないので、まあ、回復されるかな。そうしたらでもカフネの火炎下に入るので、 B の6、 B の6コーナーってさすがに火炎警戒してますね。これでさあ毎ターンでかいダメージが入っていく。さあどうしようから、さあバイセも引けた、ルキアもいる。さあここ迷いどこですね。メイレンはまあ最後に取っておくとして、こうホーティア行きましょう。さあメイレンのコンボが怖いのでバイセは返さす。私は本当はさあ4000ダメージと、さあこれどうしてくるかな。次ルキア確定でもいいな、どっちもいいな、ルキアでもメイレンでも。さあベルゼンブ来たか。まあ、でだけどカフネのラインに入っちゃうとこれでさらにダメージ増えますね。あち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 。さあここでベルゼンブ呪われたが、さあメイレン、さあこれ回復も使っていきますかね。はい、じゃあコンボ使って回復してきます。さあ2600回復か、でかいこれ。さあ相手はこれで決めきらなかったら自分の勝ちなんですが、さあコンボはないですね相手の。さあどうなっていくか、回復してくるか。回復も一応相手は選択肢としてはあるんで、さあルキアだが、これでは相手決めきれないので、モルが出て、お、ちょっと待って、そっちか、引っ掛けれちゃったな。まあでもモルタでですね、これモルタで、モルタでもらいましたね。はい、プラス火炎で勝利と。あー強いですね。はい、いや今の結構うまく進行できました。はい、ってことで次は乱量トップの、なんだろうね、 HP 26,989 で、今回神の HP が上がって6000なんで、おそらく今後まあ相性的にはまあさっきと変わらない、そこまで悪くはないかな。アルビス引きたいですね。結局貫通のジェインがいるから、ジェイン気をつけてコンボラインをうまく封じていきたい。さあまた高校3連続高校、ふざけんな、先行目指す。お、あえてアンドロメダ放ってきたな。次2枚返ししたいのかな。まあ僕はもともとこっち行くつもりなんで、ラッキーと、ラッキーですね。
さん、相手はどう展開してくるか、どう展開するんだ。日陰の横か、まあそうだよな、セーフ。これは読み切っていた。さあ相手も今後ですね、余裕で。さあもう回復を一応展開していきましょう。一気にダメージくる時がやっぱ多いんで。うわー、運悪い。これは運が悪い。これも来たいところに回復パスが来ない。まあアルキメディス、こういったこともまあ起こるんですが、しゃあなし、そこは運です。さあこうなったらさっきと同じ展開をしていきましょう。ルキアは取っておきます、取っておきます。最後ね、最後の最後でかなり役に立ってくれるんじゃないかな、ルキアは。さあ先ほどと同じ展開です。これはオプルミの上に置いてくれるとカプネの、そうですね、ラッキー。 HP マックスじゃん相手。あ、でもいいんです、こっから加速していくんで。敵どう置いてくるかな。フォーティアと、さあ10時間へ、先ほどと同じ位置になります。さあ相手どこ置いてくるかだな。これさっきは D1 に置いてきてさらに火炎ダメージ受けてくれたので楽になったんですが、まあ、それを考慮しているならまた違うところ置いてくるんじゃないかな。もう対戦相手はあんま火炎と当たる経験ないと思うんでね、意外となんか今わからん殺し的なことができるわけですよ。さあパフェール来ましたね。だからこれもう完全わからん殺し入りましたね。まんまとそこに置いてくれたと、ありがとうございます。さあエスペランサちょっと邪魔ですね。先にどう返していこうかな。エスペランサ返しておきますね。これ最終的にコンボ変わりつながりそうなんで、っていうか普通にこの瞬間からもうやつが飛んでくる可能性あります。ジェインさんが飛んでくる可能性あるんですけど、まあ、ブレストは返したいね。これどう来るだろう。あるんで3枚返し、ほうほうほう。うわーすごいやかましいですね。だがやばいな、カフネのポジションに今1,2,3,4 枚置かれてるんで、さあコルヌゲーラ引いた、これでかいな。でもコルヌゲーラ行きますか。コルヌゲーラで回復しながらいきます。1枚返してしまうのですが、これコルヌゲーラすごいダメージ入ってますね。さあエスペランス今潰せてないんで3枚返しのラインができてしまっているが、ここ踏んでくるかな。ジェインとかに踏まれてるやつ、あーそっちか。こいつも貫通ですね。さあだが盤面は取ったか。はい、ということで次で終わりかな。次ルキア打ちます。これでも終わりそうだな。バイセルいきます。バイセル終わらせます。気をつけながらこっちですね。さらに火炎と、はい、こんな感じです。なんということだ。はい、てな感じでちょっとクラスマッチ火炎で3連戦やってみましたが、意外に勝てました。高校だったけどね。でも一番相性的には一番嫌なのは一番最初にやった竜、うん、もうゴリゴリ削られちゃうからね。あの時アヌビス引けたんでよかったんですけど、火炎って10枚竜がいれば他6枚は、他の属性でも大丈夫なんで、まあこういった感じでルキアやらアヌビスやらね、アルキメデスやら日陰みたいなシールドでうまくね敵の攻撃をかわしつつも、今対戦で使ったような、立ち回りをしていけば案外が結構勝率高いです、個人的に。まあ、S とかの引きもあるんですが、今のは結構不利な相手多かったんですが勝ってたので、皆さんもちょっと火炎使ってみてください。と先行の場合も見したかったんですが、ちょっと今回なんか高校3連戦っていう、まあ、逆に不利な感じ、本当は火炎って先行の方が立ち回りやすいんで、まあ、高校場面での火炎の参考になったんじゃないかなと思います。ということで皆さんも火炎結構組むの難易度は高いんですが、メイレーン、コルヌゲーラ、カフネなどいましたらね、ぜひぜひ試してみてください。ということで今回はご視聴ありがとうございました。どうした？いや、
今回さ、うん、ガチガチの説明と解説じゃん、うん、全然喋れなかったわってわかんねえじゃん。わかんねえからじゃあね、いやでも会話でも最近なんだろうな、一番当たりたくないのが火炎で、結構じゃあホットというかブームって感じの、ブーム最近な気がするね。コメントでも火炎どんな使ってるんですかみたいなちょっとコメントがあったので、ちょっと今回火炎やってみようかなと思いまして、自分はまあこのデッキです。だからこのデッキ組めれば、組んで今の動画みたいな立ち回りすれば、ね、うん、強かったもんね、負けなかったし、まあそこまで勝率は悪くならない。まあこれでこれとお前紹介した暗黒だけでダイマスいけるんで、まあ、ぜひね見てもらって、これを参考にしてもらえば ね参考にしていただければなと思います。でまた何か機会あったらちょっと新しいデッキとか思いついたらね紹介していきたいと思うので、その時はよろしくお願いします。お願いします。はい、ということで本日はありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。じゃあねー。